だね。それにしても京子さんがデジモンだったなんて、いつか。いい機会だ。いきさつを説明しておこう。共有しているクレミ京子の記憶も交えてね。8年前エデンのベータテスト以降、デジタルワールドはイーターによる侵食を受け始めた。いち早く事態を察知した私は、その原因が隣接する別次元の世界、人間が生み出した電脳世界にあることを突き止めたんだ。時を同じくして人間世界で探偵クレミ京子がエデン症候群になる事件が発生した。彼女は会社内部の不正を調査告発するために動いていた神代悟に雇われていたようだ。父が京子さんを雇っていた？そうだ。そしてその折内部告発者から接触があり、密会したいとの申し出があった。彼女は応じ、指定された電脳空間内のエリアに単身赴いた。 She attacked by an eater too? しかしそれは岸辺理恵があつらえた罠だったのだ。神城の実権を握るという野心に燃えていた彼女は、クレミ京子に神城悟こそが不正の張本人であると訴え、その証拠までも巧妙に捏造していた。政治家への献金、ユーザー個人情報の売買、果ては自分との不倫などというマスコミが飛びつきそうなネタも盛り込みつつね。だが岸辺理恵の罠よりも一段大掛かりな罠がある人物の手によって仕掛けられていたのだ。そしてクレミ京子はイーターに食われ、岸辺理恵ともどもエデン症候群になってしまった。あれがスエドー明美の罠だったと確信したのは、彼がイーターの研究をしていたと知ったごく最近だ。尊敬の念を抱く神代悟を岸辺の野心から守るために、ああいった手段に出たのかもしれない。スエドーが父を。その時私はイーターに侵食され発生していた次元を隔てる壁の隙間からエデンネットワークへと侵入していたが、何分隙間が小さくてね。データ質量を一度幼年期デジモンレベルまで縮小しなければならなかった。そのままの状態ではまともな活動は見込めない。何らかの依り代を必要としていたのだ。そこで出会ったのが精神データを失ったクレミ京子の肉体だ。精神データの代わりとして入り込めば宿主の肉体を意のままにできると。それによりこの現実世界での行動が可能になったわけだ。ただし精神活動の代行にはもちろん大きなリスクがある。人間の有機的構造は複雑だ。肉体と同調するにはある程度宿主の記憶と同化せざるを得ない。それはデジモンである私自身が変質する可能性を意味する。今となってみればこの肉体、クレミ京子との出会いは運命に定められていたと思える。彼女の使命感と私の役割は矛盾も拒絶もなくシンクロし同化できたのだから、私は京子となり、京子は私となった。それではロードナイトモンも。ああ、ロードナイトモンも同様にして人間世界に降り立ち、岸辺理恵の肉体と同化したのだろう。君たちからすれば私もロードナイトモンも行為自体に違いはないと思えるだろう。何せ他人の肉体をいいように使っているのだからな。もし君の肉体が有用であったならば、私は迷わず使っているだろう。軽蔑するかい？君らしい答えだな。
まさか人間として暮らしていたとは。そっか、オメガモンも気づいてなかったのか。それじゃあ私たちに分かるはずないよね。得体の知れないデジモンである私を信用しろとは虫のいい話かもしれないが、どうかこれまで通り君たちの仲間の一人として協力させてほしい。ちょ、やめてよ京子さん。そりゃ体は人間で中の人はデジモンとか、もう全然意味わかんないし、あんなサンズリバー風味のコーヒーを最高の笑顔で飲ませちゃったりとか。マジ人間じゃない、味覚もろともユーマーとは思っちゃったりもするけど。うん、そうか。これまでの作品では物足りないと言いたいのだな。ではそちらにも全力を尽くすと約束しよう。挽回の、殺人予告って、そうじゃなくって。京子さんはずっとエデン症候群やイータンをどうにかしようとしてくれてたし、今さら信用するとかしないとかありなわけないって話。ノキアさん、結局それどっちなんですか。京子さんには逆にお聞きしたいです。デジタルワールドにイーターが出現した原因は私たちにある。それなのにどうして協力してくれるんですか。私は自分の役割を果たそうとしているだけだよ。8年前の事件については幼い君たちにはどうすることもできなかったはずだ。けどやっぱちょいきついな。私たちのせいでデジタルワールドが大変なことになったなんて。思い出さない方が良かったと思うかい。思わない。ぶっちゃけきついし辛いけど、私は思い出せて良かった。私も嫌な出来事を忘れられるとしても大切なことまで忘れたくありません。そうだね、アグモンもガブモンもユーコッチも、でもってユーゴくんも、ついでにアルタも、あの時できた友達のこと忘れちゃいけない大事な思い出だもん。思い出したからには兄さんも、ついでにアルタさんも迎えに行かなきゃだね。君たちらしい答えだな。そして何より実に人間らしい答えだ。我々がまずやらなければならないこと、それはルフトモンの企てを阻止することだ。ルフトモンはパラダイスロスト計画で使用されたデジタルラインを再利用して自身に膨大な量のデジタルウェーブを注ぎ込むつもりでいる。次元の壁に大穴をうがつほどのとてつもないエネルギーをルフトモンが得た場合、エグザモンをはるかにしのぐ力を持ったデジモンへと進化してしまうだろう。そうなったらチェックメイトですね。コンティニュー的なあれはなしか。じゃあどうにか邪魔してやんないとね。うん、そこでだ、上白優子奪還作戦にアレンジを加えて実行しようと思う。前回はデジタルウェーブの流れを遮断しただけだったが、より確実にドゥフトモンを制するためは彼がすでに溜め込んでいるであろうエネルギーを奪い弱体化を図る。そんなことが可能なんですか。可能にするのさ、ハッカー、そしてテイマーたちの力を借りてね。概要はこうだ。各地のエデンスポットにハッキングを仕掛け、デジタルラインの構造そのものを変更する。デジタルウェーブを放出するのではなく吸い上げる構造にね。そうすればエネルギーを得るべくデジタルラインに接続しているドゥフトモンは逆にエネルギーを吸収されてしまう。これ以上ない
壮大な規模の嫌がらせですね。うわー、ブラックユウコ様にぴったりな作戦だね。なんて、リベリオンズのみんなをよろしく、ユウコっち。いや、その役目は白峰ノキア、君が担いたまえ。うんうん、頑張ってね、ノキアっち。って、私もノキアさんが適任だと思います。リベリオンズはそのノキアさんにしかまとめられない特殊な組織ですし、それに私はもうユーゴには戻れません。いえ、戻りたくない。けどザクソンとか元ジュードとかのハッカーは私がまとめるとか、なんか無理っぽくない？っていうか無理じゃん！失敗できない作戦だし、やめた方が。君らしくないぞノキア。この時、君はいつも言っていたはずだ。なんとかなると。オメガも。私もノキアならできると信じている。ひゃー！何これ、なんかやれそうな気がしてきちゃったんだけど。そっか、うん、そうだよね。確かにいつもそう言ってたよね。けどオメガムーン、今回はちょっと違うんだな。うん、なんとかなるじゃなくってあた、なんとかするだ。京子さん、ゆうこっち、わかった、大丈夫、あたしがなんとかするから任せなさい。任せるとも。私と助手上白優子はルフトモンを強襲する。六本木、東京新都庁、奴の居城はここだ。じゃあもろもろ準備が整ったら私とオメガモンも新都庁に駆けつけるから。おりゃー、リベリオンズ、いよいよ天王山、ルフトモンとの決戦だ。Dang, how many chapters is this game? Lying out of the round. Damn, we got a lot of freaking messages. Wait, what machine is saying the strongest of the world? I don't know, but I will say that one. Not in the market for a princess. Wait, was there a trophy to get all of them or something? How's my Digimon? Oh, they're alright. Oh, let me sell these medals to the guy. Whee! Woo! So...
feel like I'm hearing another sound around me instead of what I'm playing. Between the humans and the power from them already broken on into the area around the building. Preventing the battle from expanding. It's only a matter of time before the scale increases. Well, goddamn. We gotta walk all the way up on that stairs. I mean, all that, the building. Here we go. This music, man. That's cool. We're in a building like thing now. Hold on, hold on. Yeah, laugh it out, girl. You deserve it. Yeah, we need power, huh? We got the scary ass bug that's running here. できると信じていたよ。You got it, Rook.
Cause I probably don't, I said, hey, I probably don't want to stay long as a princess. Yeah, we're gonna be going back through freaking floors. Oh, that's gonna be annoying. Just like a woman, I saw that. Another form.自信を持て、必ず勝てる。
Get us a higher floor, damn it. Sure, it's such a punk butt, but look. About time, jeez. That's like the whole freaking game. Let's give it a couple little. Hey, you're gonna be finding all this crap. We're gonna let you go in a dizzy world in here. Shut up. Dang, you got all these ultimates, or I don't know, champ? No, not champions. Big dudes coming in. They ran away, Winry. Sure, shut the heck up. Thank you.
I like it when we get close, they like, hey, we got something else. Smart, as we're dating, got a smooch for the book. They're finally! Like, it's all games going crazy about you. I know we're gonna be facing you soon. Samaka, Omega Mon だとともに人間に加担する究極体のデジモンとは、ロードナイトモンを倒したその力、敵ながら見事と褒めておこう。私は彼らに力を貸したに過ぎない。貴様の力なくば、ロードナイトモンが破れることはなかった。いや、それも定かではないな。大義を見失った者が勝利を得られるものか。叶うならば戦わずして解決したいのだな。不可能だ。ことはもはやそのような段にない。現実世界を全て破壊するなど間違っているとは思わないのか。語るに及ばず、たとえ貴様たちの目に悪と映ろうと、私の歩むべき道、私が信じる道はただ一つ。参れ我が同胞、そして人間よ。どちらの道が正しいか、これより先は力に問うとし、闘争の果ての結末こそ我が望み。 Damn, my girl already took a big huge fat ass hit. この結末こそ自ら選んだ芯を揺るがすことなく進んだ結末。我が生涯はこの消滅によって完結する。騎士道とは滅する。彼を愚かと笑うか。全てはイグドラシルの意志、そうあるべしと定められているのが彼らであり、ロイヤルナイツもまた一個のプログラム。どのように強かろうと、定めからは逃れられないのだよ。Yeah, but you gotta feel bad for them, though. They really think they were doing what's right for their world.
I don't know, the confusion with words, man. Hey, shut that mouth. I remember there's a dead end over there. These Digimon are like, we big and buff, we bad, man. Shut up. So we just one shot one of those powerful Digimon. I had to laugh at that. Hell, the one before him, before him was putting up a good fight. A lot of forms still, that's for sure. Of course, all the forms are done. Shit. It's still storming out there. I do. Okay.
Okay, guys, gonna stop here. Next up, we're gonna continue on.